はい、えー、そっ塾の久保です。ちょっとびっくりしたサービスが登場しました。というよりもね、こういうのが出てくるんではないかなと思って探してはいたんですけども、これがね、クレジットっていう、うそう、スマホのアプリ、サービスですかね。えっとね、これはね、金融ブラックの方でも、金利ゼロで、金利ゼロって書いてますけどね、お金が借りれるよっていうものなんですよ。これすごいでしょ。まあ、ただし、何百万っていう金額は無理です。とりあえずは、10万円以下の金額でしたら、 審査はほとんどの方が通していただいてですね。まあ、金融ブラックの方でも借り入れたよって報告がありましたんで、金融ブラックでも借り入れて、で、えっと、金利がゼロなんで、これはお手軽に参加できるんではないかなと思うんですよ。で、こちらのサイトなんですけども、非常に見やすくなってますんで、ちょっとね、少しずつ下の方にずらしていきますね。小さなお金、大きな未来って書いてますよね。はい、サービスについてなんですけども、こういう風に出てますね。もうスマホだけで簡単に受けれるサービスということでございます。 で、ベーシックプランは金利が0%で、えー、これはね、え、予診上限10万円まで、返済回数は1から3回なんで、10万円借りた後は、あ10万円一発で返すか、まあ、3万、3万、4万みたいな感じで返すかってことになりますよね。で、プレミアムプランなんですけども、まず、え、0%金利でお金を借りれるベーシックプランをやっていただいて、 こちらに基づいてプレミアムプランが参加できるかどうかっていうふうになっていくらしいですね。こちらのプレミアムプランは、あれですね、わかんないですけども、えー、そこそこの金額を、まあ、そこそこの金利でってことなんですよね。まあ、ですんで、このつかみとしては結構いいんじゃないですかね。ベーシックプランで、多くの方、多くのね、お金に困った方に利用いただいて、で、改めてプレミアムプランの方を考えていただくということで、ベーシックプランが0円になってるっていうのは、まあ、いわゆる広告費と同じような考え方じゃないですかね。 広告費にお金をかけて、で、金利で取り戻すっていう形、従来の形じゃなくて、最初から広告を出さない代わりに0、0%にして、えー、拡散をね、狙っていくみたいなことかなと思いますけども、もうすでに私も拡散してますけどもね、はい、えー、このね、クレジットっていう会社のために、無料で私もね、自分の影響力を持って働いてると言えばその通りなんですよ。ただ、ここからね、ギャラが入ったり、アフィリエ報酬が入るわけではありません。はい、次行きましょう。 えー、利用実績を積むことで上限額も変化。やっぱりそうですよね。だから最初は、まあ数万円、十万円みたいな金額だったんですけども、利用してちゃんと返していく人に関しては、あ金利が設定されたりとか、金額が増えたりってことは、まあ、これは他の金融会社と一緒ですよね。で、一般的なカードローンとの比較ですけども、一般的なカードローンっていうのは、まあそうですね、年利で10%とかつきますよね。で、クレジットの場合は0%というのが特徴だよってことです。というのが、 一般的な銀行カードローンはやっぱり広告費をはじめとする経費がむちゃくちゃかかるんですけども、このクレジットに関しては、経費がほとんどかからない上に広告も出していないと、金利が0%ということを歌うことがそのものが広告だと思いますので、そういうことができるんじゃないかなと思うんですよ。で、プレミアムプランに参加した方に対しては、金利をかけていってね、おそらく。で、えー、経営を成り立たせていくというモデルだと思います。で、クレジットの特徴、まあ、金利が安いのはそうですよね。で、24時間、申し込み OK と。で、スマホで完結するのも。 ありがたいですよね。で、好きなタイミングで振り込みもできるということでございます。結構いいんじゃないですかね。うん。いいけど、借金は借金ですからね、皆さんね。で、詳細なんですけども、このように書いてます。えー、利用限度額は、あ、プレミアムでもおそらく50万までなのかなってこところですね。で、金利は15%までつく可能性があるのは、これは従来のものと同じです。ですから、あくまでも、 プレミアムプランじゃなくて、ベーシックプランの方ね。こちらの方に関しては、触れ込みの通り0%だし、審査も緩いでってことなんですけども、金額を上げていけばそれなりに審査もあると思いますからね。そちらの方は、まあ、ご検討くださいということでございます。で、返済回数は12回なんで、割と早めの返済をお願いされると思いますので、50万円借りて1年で金利をつけながら、 12回で払うっていうのは結構大変だと思いますんでねあの、ちゃんと見通しが立っている方だけにしてくださいね。で、ベーシックプランはどなたでもいいんじゃないかと思いますけど、でもベーシックプランも何回か使っていくと、このクレジット会社の、クレジットっていう会社との、ね、関係がすごく構築されるんですよね。 信頼を見ていただくってこともありますけども、ユーザーとしてこのクレジットって会社を信頼するってことにもなりますんで、そうなるとね、プレミアムプランでも安心かなっていう気持ちが生まれてくる。そこに、まあ、ビジネスの、まああれがネタがあるんじゃないですかね。えー、このクレジットって会社も。はい。まあ、使い方、例えばこんな使い方ができますって、も大きなお世話といえば大きなお世話ですよ。<laughs> 旅行をするとかね。 知識を身につけるために勉強するとか、確かにそうでしょう。友達と過ごすとかね。完全に消費活動ばっかりですね、これは。で、使い方の手順なんですけども、こうなってます。私も実際登録してみようかと思うんですけども、まあ、別にお金借りたいわけじゃないですけどもねあの、動画のネタとして登録をしてみようと思いますけども、アカウント作成をして、これですね。で、本人確認書の提出。まあ、免許証とかを出すわけですから、一定の個人情報をね、 今日すす。ぐとなりますこのクレジットって会社は個人情報をやっぱり貯めていって、このクレジットって会社自体も取引先に対しての信用を高めていったりとかね、うちのお客さんこんなにたくさんいますよっていうふうにやっていきたいんだろうなと思います。で、返済用の銀行口座の登録ということで、えー、主要取引先の銀行をたくさんね、作っていきたいってところなんですよね。で、予、え、診、ー、枠の設定をしていただいて、希望額を借りて、まあこれね、ほとんどの方が借りれるみたいです。 あの10万円以下だったら本当にみんな借りれますよ。まずはね1万円借りるつもりでやってみたらどうですかね。で、えっ、ー、と、借り入れが完了しましたみたいな感じで銀行に振り込まれるということですね。非常に簡単ですよね。で、サービスに込めた思いっていうのがありますんで、ちょっと読んでみると、小さな挑戦から物事ってのは始まっていく。これは私も同じなんですよ。 いきなり100万200万ということができるわけではなくて最初は、ね、目の前の数千円とか数百円とかにきちんとフォーカスすることによってお金のスキルって身についていくと思いますねで信用という見えない指標を見える化していきますこれはだからクレジットっていう会社がユーザーさんを信用するその尺度としてベーシックプランを使っていくこともありますしユーザーさんもこのクレジットっていうね耳慣れない会社のことを信用するために何回かね借りてみるっていうアクションは必要なんだろうと思います で私たちが実現していくことなんですけども、不透明性の解消、法なるほど、うん、これはだから信用調査会社みたいなもんですよねで。信用度向上のためのサポート、要するにお金を借りたり、返したりっていうことを、この小さなクレジットっていうね、サービスでも繰り返すことによって、えー、中央の信用調査会社に対する予診の状況を良くするっていう、そういうチャンスをいただけるってことなのかなと思いますよね。 で、最適化されたサービス提案というのもありますけども、これは、まあ、どういうことなのかな。はい。<laughs> はい。創業者の方。あ、これすごいですね。こういうの珍しいですね。お大学卒業後、まあ、こういうことをされたということですね。お名前はど,どんな方なんですかね。お名前出てますかこれ。慶應義塾大学卒はいいんですけども、えー、まあ、どっかに出てるでしょう。 創業者からのメッセージもこの笑顔とともにありますんで、読んでみればいいんじゃないかなと思います。あ、矢部さんですね。クレジットの矢部さん。クレジット株式会社っていうところの矢部さんですね。例えばね、こういうふうに検索してみることができます。えーっと。ああ、なるほどね。ウォンテッドリーにも広告出てるんですね。へー。 なるほどね。あれ私、ここに登録してるはずなんですけどね。ちょっとすいません。えっ、ー、と、w a n t e d l っていうのを使うのに、登録がありみたいなんで、ちょっと登録させてくださいね。えー、パスワード。はい。これでどうでしょうか。エラーが発生しました。やめて、もう。<laughs> こういう時にもう。もういいです、これは。ああ、もう。 はい、すみません。ちょっともうごたつきました。別のところを見ます。えっ、ー、と、あ、出てないね、もう。ネイティブ向け。あ、こういうところにも紹介されてますね。えー、PR タイムスっていうサイトに紹介されています。金融保険業で、所在地がここにあって、資本金が7300万。うん。うん、まあ、こういうふうなね、サービスを展開する会社ですよっていうふうに載ってますね。うん はい、えー。ということでございます、えー。こういうふうにね、この会社も調べてみてくださいね。独自に。あの、登記簿を取り寄せることもできます。あの、法務局に行くと1000円でこの会社調べることができますんで、そのぐらいはやっぱりやっていきましょう。あ、ちゃんと届け出もしてますね。はい。えー、まあ、なんかいい,いいんじゃないですかね。これはね。とりあえず使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は以上です。